フルンロー包囲戦は、普通乱戦争中の1672年6月に行われた、フランス王国、ケルン選帝公領、ミュンスター市教領の連合軍による、ネーデルラント連邦共和国の要塞都市フルンローの包囲。フルンローは、数日間の包囲の後降伏した。イングランド王国と、フランス王国の間のドーバーの密約が締結され、ミュンスターと、ケルンもフランスに同盟した後、 フランス軍は、領土拡大のために、ネーデルラント連邦共和国を、東から奇襲することができた。フランス軍が、オルソイ、ラインベルク、ベーゼル、レイス、エメリヒを奪取した後、ミュンスター司教クリストフ・ベルンハルト・ホンガレンは1672年6月1日に、共和国に、侵攻、数日で、オートマルスム、オルデンザール、エンスヘデ、アルメロ、ホール、デルデン。 ディーペンハイム、ボリュクロを奪取した。フルンロー氏は、補給がふんだんにあり、大砲も22ものあった。市内には、グスタフ・トゥーヘル率いる10個不評大隊と1個、騎兵大隊、計600人がいた。さらに市内には1627年のフルンロー、包囲戦以来同士を守ってきた水路と捕虜があった。フォンガレンは軍を3点に分け、砲兵を、潰るブロックに、騎兵を、 ベントハイムに不評をコースフェルトに配置した。連合軍はミュンスター市協領で合流した後、数日でベーゼル、ビューデリヒ、ラインベルク、オルソイ、エメリヒを奪取した。フランスとケルンの連合軍はミュンスター市協領のドルステンに到着、そのままアイセル川に向かおうとしたが、ホンガレンは堅くクにフルンドを先に攻めることを要求。 フランスとケルンの連合軍から援軍を求めた。彼は、オーハー・アイセル州とヘルダーラント州に入る前に2万5000の援軍を得た。クリストフ・ベルンハルト・フォンガレン、ボルフ・ガングハイム・バフ派作、1670年。6月3日、ミュンスター軍は、フルンドーに接近。フォンガレンは、宗教儀式を終わらせて、ツビルブロックからやってきた。彼は、門を設置して、砲撃を開始。 砲弾、計288枚を発射した。フルンローの包囲において、新しい種類の砲弾が使われた。フルンローの守備軍は砲弾を発射できるものなら何でもいいと言わんばかりに、火薬損19個が付いた台車を砲台として使ったほどであった。着弾による爆発の響きが大きすぎて逆側にある包囲軍が驚いて叫んだほどであった。爆発により負傷した人はいなかった。 いずれにしても、フルンドーのブルジョワは、ホンガレンの砲撃で強行になった。さらに、フルンドーの住民は、ミュンスターを外国とはみなせず、共和国より、ミュンスターの方が近しいとさえ考えたほどであった。6月9日、フルンドーは、降伏、夜には降伏の合意がなされた。フルンドーの住民は引き続き宗教の自由を有し、略奪を免れたほか、 フルンドー氏はその権利を維持した。共和国に忠誠を誓い続けた人々は資産を売却してから去ることを許され、残りの市民はミュンスター市協領の住民となった。トゥンヘルは幸福を拒否して鍵を握り続けたが、6月9日にはそれを市民に奪われ、翌朝に本ンガレンに与えられた。本ンガレンは自らフルンドーを統治することにした。 1672年の包囲戦において、フルンローは、自軍の人数が大幅に上回られていることで降伏を余儀なくされた。連合軍は続いて、ブレデフォールと包囲戦を行い、ロヘムやデーフェンテルも落とした。このようにして、共和国のランプヤールと呼ばれる1672年が終わった。フォンガレンは、フルンローが、再び牢状に使われない要素の防御工事を破壊。 占領から2年後の1674年に撤退した。ありがとうございます。